こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の前後は、勝風記憶して殺殺です。古今変わらぬ清らかさを持つ松風がさつさつと吹いている。さつさつは風の吹く様で、特に秋風さつさつの声のように、秋風に対して言う場合が多い、寂寥感をも感じられる語です。テーマから、小風記憶してさつさつを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。